クルニチェフ製造のプロトンドケットモスクワのクルニチェフ国家研究生産宇宙センター入り口クルニチェフ国家研究生産宇宙センターはモスクワを拠点とした宇宙打ち上げシステムの製造会社名称はソ連航空工業大臣副首相のミハイル・クルニチェフにちなむクルニチェフ工場は帝政ロシア末期の1916年にルッソボルト社によって 自動車製造工場として設立され、年間1,500台から2,000台の自動車を生産した。10月革命による混乱の後、1922年に自動車の生産を再開した。ソビエト連邦とドイツの第一次世界大戦における2つの敗戦国がこむった外交的孤立を打破すべく、ラパロ条約が結ばれ、ドイツで設計された。 航空機であるユンカースが1922年から1925年にかけて150機以上生産された。その後ソビエト製のツポレフ R-3 とついで1926年からはツポレフ TB-1 が生産された。1927年にはユンカースとの合意が破棄され、第22製造所として航空トラストに加えられた。TB-3 と R-6 の生産が1929年に、始まり1030年には SB-2 とペトリオコブの生産が始まった。1941年にはドイツがモスクワに向けて進行してきたので、短期間火山へ移転して、ポリエチレン -2 爆撃機とポリエチレン -8 の生産を継続した。その間に、モスクワの創業の地は、 第23製造所になり、流ン入るマイナス4、爆撃機と、ツマイナス2を生産した。平和が戻りつポレフツマイナス12とアメリカの B-29 爆撃機のコピーであるツマイナス4が生産され、1951年から、ミアスイシチ FM-4 戦略爆撃機と、M-50 が生産され、 最終的には1960年以後は世界最大のヘリコプターであるミーリミス6が生産された。1951年には工場固有の設計局であるオークブ −23 が加えられたことによって増大化した。1962年にはウラジミールチェロメーが第一初期であるニキータ・フルシチョフにソビエト宇宙計画を立案して、 事務所と彼の壮大な計画を実現するための生産工場を得た。フルシチョフは、チェロ名のアイデアに誘惑され有名だが当時第一、初期を大きく失望させた機種を生産していた、ミャスイーシチェフ工場を与えることを決断し、隣接する23設計局で設計された機体を生産することになった。設備は宇宙産業用に更新され、 UR-200 弾道ミサイルの生産が開始された。R-14 の開発は UR-100 によって1962年に放棄された。同時期にプロトンロケットの開発が開始された。その後軍用、民間用の大量のロケットが生産された。クルニチェフは1970年代後半にサルート設計局に移され、 1981年から1988年は NPO エネルギアの一部であった。1988年に独立した団体となる。1993年6月7日大統領である、ボリス・エリツィの大統領令により、RKK エネルギアの一部であるサリュート設計局と合併して GNKPZ クルニチェフになった。 クルニチェフはまた、ロシアとロッキード・マーティンの共同ベンチャーであるインターナショナルローンチサービス社の筆頭株主でもある。ILS は、プロトンロケットによる人工衛星の商業打ち上げを行っている。クルニチェフは、ミールやサリュートシリーズ、アルマースモジュールを含めた宇宙ステーションを製造していた。L、アンドストリリナティック・ソビアティック。 デュラントラセコンドゲールマンディオレイハットアーシフエー、シディッキー、チャレンジトゥアポロ、ザソビットユニオンセスプイスレース、1945から1974、NASA、2000、P235 ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.khrunichev.ru スラッシュメイン .php、id=36 イストリックデール。 オーントラプリーズハットクルーニーチェブアクワイアーズマジョリティステイクインアイエルエス http コロンスラッシュスラッシュ www.spacetoday.net スラッシュサマリースラッシュ42092010年6月12日閲覧ありがとうございます